開発が本格的にスタートしたのは2013年の1月ぐらいからだったと覚えてますね。でゴールは実は今回2017年のリリースになってますけど、もう少し早かったような気がしますね。2015年って言ってた資料も残ってますし、16年の、もうちょっと早い段階っていう時もありましたし、ただまあ、ゲームを面白くしていく過程で今回の2017年の3月3日っていう日になった感じですね。当初から、変えていこうと、ゼルダの当たり前を変えていこうという形で考えてゲームの開発を始めていました。具体的にはそのゼルダで変えない普遍的な部分っていうものと当たり前と言われている部分で変えていくっていうところで、線引きをしながらいろいろと仕様を考えていくっていう作業だったんですが、最初から一応決まってはいましたが、その全てが決まっていたわけではなくて、指針を決めて大枠のコンセプトっていうところで変えていこう、そして変えないところはどこであろうかっていうことをスタッフと一緒に考えていったというような流れです。今作ではそのゼルダの当たり前を見直すっていう、まあ、我々制作者にとってもそれをキャッチフレーズにして進めていたんですけども、例えばそのゼルダって 2D でもそうですし 3D でもそうなんですけども、まあ、細かいマップをつなぎ合わせてその世界を構築するっていう作り方をしていて、でそれはなんでそうなっているかっていうと、実はその今まで その技術的な制約であったりとか、まあ、そういったそのハードの制約っていうところからそういった作り方をせざるを得ないっていうところから生まれた発明だったんですけども、今のハードだったらそのつなぎ合わさなくてもシームレスな世界が表現できるんじゃないかといった、まあ、そういったその今当たり前になっているっていうところを一歩立ち戻って、そこからもう一度考え始めるっていうところで、ゼルダの当たり前を見直すっていう言葉を解釈していました。開発用のスタッフだけが見れる BBS の中で、たくさんの面白いものをみんなが投稿してくれるんですけども、そこに青沼さんがゼルダの当たり前を見直すっていう話をして、まあ、それに見合ったデザインとは何か、まあ、大きいその広大な世界に対してどうアプローチしていくかみたいなことを話しているときに、まあ、デザインこんな感じなんじゃないのみたいなのをいっぱい挙げていくんですけど、その中にどうせ変えるんならこれぐらい変えちゃってもいいんじゃないのっていうのを若いデザイナーとかが結構いろんなアイデアを挙げてきてるんですけど、それがもう宇宙からの侵略みたいな、UFO 降りてきてキャトルミューティレーションするような絵柄があるようなものとか、地上で巨大兵器同士がこうレーザービームで戦ってる間をこうリンクが駆け抜けていくような動画をもうその開発ツールを使って作ってしまって、でそれを動画にして上げて、どうせやるならこれぐらいやったらどうですかみたいなことを挙げたりしてた時期があったんですけど、まあ、それをアートディレクターとして採用できるかどうかっていうと、ちょっとそのままではいけないけれどっていうのはあるんですけど、どんなものにしていこうかって、新しいものにしようっていうのを考えていく起点としては非常に面白い提案がたくさん出てきてて面白かったですね。広い地形をどうやってその作っていくのかとか、あるいはまあシームレスにその家の中までシームレスに入っていけるっていう、そのシームレスっていうのをどういう技術で実現していくのかとか、まあ、それらをじゃあ組み合わせて面白いゲームを作るっていうことをどう進めていくのかっていうところで、まず検証に簡単な 2D のゼルダを作って、でそこでこのゲームの構造ですとか、まあ、このゲーム その構成要素をどう組み合わせていくのがいいかということを検証しようということで、 2D の形でまずはそのプロトタイピングをすることにしました。まあ、ちょうど折しもその時に 2D のゼルダのキャラクターが手元にあったので、じゃあこれを使って、動かすことができないかなと。まずその分かりやすい 2D の画面だったということもあって、まあ、今実際にブレスオブザワイルドに入っている遊びっていうものがすごくスタッフには受けが良かったです。じゃあこれをいよいよ 3D に落とそうかって言った時に、じゃあもっとあれもいるよね、これもいるよね、ここはどんな演出にしたらいいんだろうかみたいなことが同時に、途方もない作業量っていうのがそこから導き出されてしまったっていうこともあるので、手応えも感じましたし、その作業量っていうところですごくこう大変な作業だなっていうことが実感できるような、まあ、両方が分かる実験でしたね。この 2D ゼルダのプロトタイピングを経て我々がその結論として出したのは、全てのオブジェクトとオブジェクトに相関関係をつけていけば、その相関関係によって新しい現象が起きるっていうところを、その
技術的な核にしようっていうコンセプトが決まっていきました。要素を考える上で、雷っていった場合は基本的にあまりユーザーにとって利益になることっていうのが最初はあまり思いつかなかったんですね。ただ落雷するっていうことで、木製品の武器と金属の武器っていうのがまた別々にありますので、じゃあ、最初は比べると金属製の武器の方が強いんですけれど、でも、もし雷がとにかく鳴ってる雷雨の時には金属の剣は使えなくなってしまうので、そこは、ポーチの中に木製の剣を1本入れておくことによって、DPO に合わせて使い分けるっていう遊びもできるって気づきましたし、もしくはその落雷するっていうことを利用して、敵に投げつけることによって、ボコブリンがその剣を拾ったりもしますので、それで、頭を使って、剣で直接戦闘するだけではなくて、その落雷によって敵を一網打尽で倒すっていうこともできるっていうことが、徐々に分かってくることがあったので、そういうことも入れていって徐々に出来上がってきたものでした。実験の中からはとにかくいろんな掛け算っていうことで、この作ろうとしているオープンエアの広い世界を埋めていくネタとして、さっき言った雷であったりとか武器の特性であったりとかっていうことで、そのそれぞれを考えていくだけで埋まっていけるな、ネタを作っていけるなっていう手応えっていうことが、一番感じたのが一番の実績だったというか、やったことの意義だったと思いますね。 2D で作られた世界を実際に 3D に再現するっていうところではもう全てが苦労した点と言えます。で、例えば 2D だと立ってる木と倒れてる木っていう、2枚の絵を用意したら木を切り倒すっていうことが簡単に実現できるんですけど、じゃあそれを 3D でやろうと思った時にまず木の 3D のモデルがあって、でそれをじゃあどう切るのか、で切ったらどう転がっていくのか、でしかもその転がるのもユーザー その納得のいくように転がっていくとか、そういった部分をきちんと表現していくっていうのはやはりとても大変でした。シーカストーンとか、祠であるとか、古代文明系の、建築物であったり、オブジェクトであったりの、インスピレーションの元っていうのは、日本の古代縄文文化っていうものがあったんですけれども、そこから印象を引っ張ってきてベースに繰り広げるような感じに落ち着きました。理由としては割と世界の人たちに知られていないようなところのもので、不思議な感じというかミステリアスな感じっていうのをすごくアピールしたかったので、まだあまりおそらくいろんなところで使われてないようなものっていうのを探していて、結果として、日本の縄文っていうものに行き着いたっていう感じにはなって言語の対話は、8カ国語してますね。ずっと欧州の方からそのいわゆる対応してないその言語で遊ぶと、それをこう子供に訳してこう聞かせてあげないという教えてあげないと遊べないみたいなことをずっと言われてたので、なるべくはその欧州の言語の人たちね、それぞれの人たちがちゃんと理解できるようなものに対応したいなと思ってるはいたんですけど、やっぱりそのローカライズにすごく時間がかかってしまうので、ただ今回も最初からやろうっていう話で、それらのすべての地域の人たちにしっかりこのゲームを届けたいという気持ちで頑張ってやりました、ね、あとボイスも、しっかり言語に対応してますので、これも楽しんでほしいと思いますね。スイッチは、リージョンフリーなので言語を変えると例えば、私でも英語 の、テキストで英語のボイスのゲームが楽しめますし、そういう形で、例えば僕は英語を勉強するような形でそういうこともやろうと思ってできますし、そんな形でいろいろ他の言語がどんなふうなものになっているかっていうのを楽しんでもらえると嬉しいなと思います、ね、本当に各国で全部声優さんを変えてますので、その違いを楽しむっていうのもとっても面白いんじゃないかと思います。